ほら、 ここええやろ。 あかん、 わしのも触ってな。 やんもう、 ほんまに特別ですよ。 え? ちょっと立ってるやん。 当たり前やん。 ちょっと嫌や。 やめて。 せやったら、 いくら払えば揉んでくれるん? せやな。 じゃあ1万で1秒。 ほんまか? なら100万で100秒や。 当店はみだらな行為は禁止です。 お客様。 支配人。 ほう。 あんたが真面目くんかいな。 固いこと言うなや。 場がしらけてしもたやんか。 ですが、それが当店のルールです。 はいはい。 そりゃエロすいませんでした。 支配人怖いな。 な? 当たり前や。 他の客の迷惑になるような真似されて、 支配人として見過ごせるわけないやろ。 ちゃうねんって。 そない乱暴なことせん。 これでもちゃんと筋通してますし。 実はお店の人に頼んで、 貸し切りにしてもらったんや。 わしらの会話、 あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな。 人払いしといたんや。 これでも気ぃ使てるんやで。 まあまあ、座ったら。 たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか? わじゃな、鬼人会ちゅう看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ真島君。牧村誠ちゃん、 あんた、あの子どこに隠しとんのや。 社内、誠、ここ出るで。 あんまり時間もないようや。 え? 他にも誰か? なんでお前? まさか俺のことつけてきたんか? リーさん、あなた前に私に教えてくれた。 え? あなた言ったよ。日本で生きる中国人とっても大変だから私たち助け合う。でも 最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金って、リーさん言ってたから許してくれるよね、リーさん。おんとれ、わしら撃ったんか。
リこいつら佐川の手下や。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい、リーさん。無事やったか？早かったな。あの闇医者は？大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追っ手が来るかもしれんのやろ。うん、車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島野のとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。なんだこれ。